発生するとされている海溝型地震。規模は毎回 M8 クラスに達する巨大地震で約100年から200年周期の発生と考えられている。東南海大地震とも呼称される。最新のものは1944年12月7日に紀伊半島南東沖を震源として発生したものであり、元来東南海地震は この昭和東南海地震を指す名称であった。この地震により、沿州など沿岸から、紀伊半島に渡る一帯で被害が集中したために、東南海と呼ばれるようになり、現在では、過去の同地域の地震についても東南海地震と呼ばれるようになっている。東海地震や南海地震と発生がほぼ同時もしくは、時期が近いなど連動する場合があるが、 震源域が異なっており別の地震に区別される。東海、東南海、南海地震震源域南海トラフ沿いの地震の震源域は5個のセグメント A、B、C、D、E に分けられ、それぞれにアスペリティが存在するとされる。さらに、紀伊半島沖で東西の領域に2分され、西側は南海地震震源域、東側は紀伊半島沖から、 浜名湖気にかけての東南海地震震源域、浜名湖気から駿河湾にかけての東海地震震源域に分けられる。なお、南海トラフの良、e、い領域部分については、駿河トラフとも故障される。これまでの歴史地震の記録から、すべての領域で、ほぼ同時、または、短い間隔で地震が発生する、東海、東南海、南海地震と考えられているケースが複数回ある。 また、紀伊半島沖より、東側の領域に限れば、東海地震の震源域まで延長される東海、東南海連動地震の場合と、断層の破壊が浜中沖までに留まったとされる東南海地震の場合があった。すなわち、東海地震単独発生の例は、確かなものがなく、これまでの記録で東海地震とされてきたものは、 東南海地震を伴っていると考えられている。このため、東海、東南海の区分については、不明瞭な部分もある。プレート境界と共に動く分岐断層は、地震のごとに異なるため、繰り返し発生している地震であるが、年代ごとに異なった個性を持っている。2011年12月に発表された、 中央防災会議の南海トラフの巨大地震モデル検討会の中間取りまとめでは南海トラフ沿いで起きると想定される巨大地震の最大規模として震源域が従来のほぼ2倍に拡大され暫定値として MW9.0 が示された昭和東南海地震の震度分布ごく近い時期の発生であったものとしては 1944年12月7日13時36分に、紀伊半島東部の熊野灘、三重県尾瀬市沖約 20km を中心とする、震源で発生した巨大な1944年、東南海地震がある。昭和東南海地震、または単に、東南海地震と呼ばれることがある。この地震は1945年の終戦前後に、 かけて4年連続で1000名を超える死者を出した4、大地震の一つである。東南海地震の震源域単独の発生が確かなものは上述の1944年の地震のみである。江戸時代に発生した地震は、東海地震や南海地震と連動したと考えられているが、それ以前は諸説割詳細は不明である。いかに、 東南海地震が震源域として含まれていると推定されている過去の地震を示す。震歴は、明王地震以前は、ユリウス歴、慶長地震以降は、グレゴリオ歴で示している。マグニチュードはウサミによる、推定値であるが古い時代のものは、断片的な記録しか存在せず、精度も低く、またモーメントマグニチュードではない。以下は、 南海トラフ巨大地震が100から150年程度の再来感覚を持つとする定説の下、地質調査で推定された地震である。慶長地震は地震調査研究推進本部による2001年時点の長期評価では南海トラフの地震の系列に属すものと評価されてきたが温地津波も否定できないとする見解や南海トラフの地震でなく伊豆小笠原海溝沿いを 震源域とする見解も出されている。当該地域を震源とする大地震は周期性があり、21世紀前半にも次の地震が発生する可能性が高いとされている。政府の地震調査研究推進本部の予測によると、2018年1月1日時点の発生確率は30年以内で70から80%。 50年以内で90%程度以上とされている。内閣府の中央防災会議に設置された東南海、南海地震等に関する専門調査会では地震とともに大津波の発生規模の予測と対応について調査を行っている。東南海、南海地震等とされているのは過去の南海地震の発生時期が東南海地震と接近しており、 両地震が連動していると指摘されているためである。これらの地震により、富士山の噴火の原因になったと思われる事例がある。2016年4月1日、三重県南東沖の深さ2 9トルのプレート境界を震源とする M6.5 最大震度4の地震が発生した。 東南海地震の想定震源域で M6 以上のプレート境界型地震が発生するのは昭和東南海地震の余震が収まって以降初めてだった。気象庁の地震予知情報課ではこの地震後、地震活動を中止していたが、気象庁から公式に特別な情報が出たり、記者会見が開かれたりすることはなかった。東海地震の予兆の可能性がある現象を、 観測した時には、東海地震に関連する情報が発表されるが、東南海地震の震源域は、評価対象ではなく、東南海地震に対して、警戒を呼びかける仕組みもなく、発表されなかった。2004年9月5日には、三重県南東沖で M7.4、M7.1 の地震が発生しているが、これは、プレート内部の地震である。ありがとうございます。